あ、密着してる。出ますよ。あ、いい、密着されてる。密着でダッチアップやからな。来てまーす。いいね。ちゃんと準備してまーす。よし。栗山さんって何年ぐらい一緒にやってるんですか？栗さんは僕6年目かな。おまあまあ一緒にやってるんですね。やってますね。あれ最初会った時の印象なんか今覚えてる？めっちゃ優しい。あ、優しいし、なんだろう、ムードメーカー的な人でしたね。それって6年経って何か変わりました？いや変わってないし、そこがすごいとこだなって。年取るっていうあれが、年齢を重ねていってもなんか若々しさがずっとあるっていうか、そんな感じ、フレッシュなエネルギーが出てるから、 いつもそう思うんですよね。そこが栗さんすごいなって思います。いや、いいですよね、うん、いいですね、尊敬っすね、そこは。いや、素晴らしい。一番多分嬉しい言葉じゃないですか、それ。そうかも。尊敬するって、うん、それって栗さんから何か学んだものってあるんですか？栗さん、そうだな、やっぱ暗くなって、なんかプレーがうまくいかないときとか、こう暗くなるとき、みんなあると思うけど、栗さん、そういうのを自分で思ってても外に出さないで、外には常に何プラスのエネルギーを与えられる人だと思うので、素晴らしいね、そこがすごいなって。どうしても苦しかったり辛かったりすると顔に出ちゃうけど、うん、栗さん、そういうのを絶対見せないから。素晴らしい。まだ来てない自分です。優しい。小野さんの印象って どんな人ですか？そのコーチの立場からしたら。非常に頭がいい選手。だから自分のことを分かっているので。なんか自分の特徴はどういうところにあって、どういう生かし方をすればいいかっていうのが分かっているので、非常にプレーを見ててもそうだし、体のことも自分で自分のことをすごい分かっている、クレバーな選手だと思います。はい、なのでこう背は決して大きくないですけど、あのミドルブロッカーってポジションでも、あのスピードとその頭の良さでそうプレーしているようにすごく僕は見えます。はい、そうですね、外から見てもやっぱりスピードは速いですね。あのクイックがすごいですよね、はい、ダッシュとかスプリントさせてもチーム 1、 あ、そうかそうか、チーム1、2の争う、そこも速いです、速いです。20メートルのダッシュとかたまに測るんですけど、彼、小野ちゃんかキーレイかがワン、ツー、速いです。そうなんだ、はい、ミドルブロッカーでそんな速いんだすごいねないですよね、なかなかね。そのお兄さん的な存在の、はい、栗さん、栗さんは どんな印象、どういうふうに、いつも見てるんですか？本当人柄の良さがもうにじみ出てる、うん、もうあの若手だろうがコーチだろうが誰か分け隔てなくこう接することができる、だからそこがもう人間的なその素晴らしさというか、そこが一番印象に残ってるし、うん、練習も決して手を抜かない若手と、のきついメニューでももう声出して明るくも自分からこう取り組むっていう姿勢が非常にこうチームにいい影響を与えている、そんな選手だと思います。はい、いや、これ本当に嬉しいんですよね。いや、ダブルオノ来ました。じゃあスパイ決めた時にいっぱい振り回してください。はい、ありがとうございます。ちなみに小野さんのどこが好きですか？全部です。全部。いや、分かりやすいですね。ニコイチ、いいね。あ、こうしつこする2個、1、いいね。そうかそうか。で、小野選手のどこが好きですか？もう攻撃的なプレーで、もういつもやってるところがすごい好きです。
そうですよね。で、まあ、せっかくなんで、親さんも どういうところが好きなんですか？ドスが綺麗なとこと、負けん気が強いとこです。さすがよく見てますね。負けん気めちゃくちゃ強いです、はい、いいところですよね。2人、ね、今日はいっぱい決めてほしいね。最高です、最高です。お願いします。ありがとう。はい、お菓子プレゼントします。おめでとうございます。今日も応援よろしくお願いします。ね、結構でもね、同期メンバーもたくさんいますんでね、楽しいかなと思いますが、1番だと思ったら出せ、2番だと思ったら両手を上げてください。今日ホームゲームリーグ最終戦、ね、このメンバーでできる、ホーム最終戦なので、今日も展開によっては、ね、きつくて、ちょっとしんどい時には下向いたりとかね、ちょっと引いちゃうような気持ちになる時あるかもしれないけども、そういう時にはクリとかおのちゃんの顔を思い出して、そういう時こそ一歩踏み出して自分自身にチャレンジしてやっていきましょう。さあ、次山選手、入団してやってしまったこと。1番有料に第1号、これはどこから問題作ってんのかな。過去の中の切りから抜粋しちゃったのかな。提供してないんでしょ。だから俺こんな言った覚えないもんな。はい、これヒントいきましょう。ヒントはね、新幹線に乗ったみたいなんですけども。さあ、では1回に上げてください。どうぞ。片手が上がった。1番有料日に第一刻、正解は、はい、1番正解。どうやら初めて新幹線に乗ったらしく、のぞみではなくこだまに乗ってしまって第一刻をしたそうです。恥ずかしいよ。出ない出ない、当たんなくても話出ちゃう。
じゃあいきましょう。じゃあ昨日のね勝利で、我々、ファイナル4進出確定させました。ただそこに満足せず、俺らの目標はあくまで1位通過していくこと。なので、相手の方がプレッシャーかかってると思う。だけど油断せずにチャンスを与えず、自分たちで勝利をつかみ取るために今日もみんなでね、最初から最後まで全力でやる、エネルギーを出し切って絶対勝つぞ。さあ皆さん、自分の顔見えてますか？見えない。今日はしょっしょ今日はこのメンバーでできる最後のホームゲームです。一つ謝りたいことがあります。昨日はちょっとプレイハードの声とイフイプレイの声がちょっとちっちゃかったかなと自分なりに思ってるんで、まあ、それが結果につながったかなと思ってます。今日はもっと皆さんで盛り上がっていきましょう。それではいきます。愛あるなルイが救われた。どう決めたか、愛ある。いいね。でもルイの勝ちだ。これ今のタイミング難しかったよ。それでは両チーム選手レフェリーコートに入場です。They think I'm crazy. Test driving, baby. It rides amazing. Still skating for real, not the same guy. Slide to the front of the stage, hands high. Bounce if you wanna just bounce and bounce and move. If you wanna just move and move. So all the B-boys, B-girls hit the floor. Here we go, then. Let's go, let's go. Bounce if you wanna just bounce and bounce and move. If you wanna just move and move. Come on, B-boys, B-girls hit the floor. Here we go. Here we go.
ありがとうございます。上からもね、本当にたくさん手を振っていただいております。ありがとうございます。たくさんの応援、本当にありがとうございました。今日はもうアリーナ満席ということで。さあ、ホーム最終戦。たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。来週はアウェーで最後のレギュラーシーズン2戦ありまして、その後ファイナルポイント進んでいきます。ぜひご覧の応援よろしくお願いいたします。大野選手、栗山選手の優待セレモニーご覧にまいりますので、ね、選手2階の方も2階通路も場内を一周いたします。本当に2階席の皆さんもたくさんの応援ありがとうございました。一番端に。ありがとうございました。さっきの泣いたゲームから、今日の、試合、両日ともフルセットになって、結果今日は負けてしまって悔しい結果にはなったんですけど、ファイナル4進出確定させることもできましたし、まだまだ今日勝ちきれなかったことを、反省するところ反省してまた、切り替えて来週最後のレギュラーラウンド残ってますし、ファイナルに向けてまた一つチームでギアを上げていければなと思ってます。まず今日はたくさんの応援ありがとうございました。リーグ終盤の本当に大事な時にこのようなセレモニーを開いていただきありがとうございます。ここに立っていよいよ引退するのかなというのを実感しています。昨日の夜ちょっと今までの我々人生を振り返ってたんですけども、まず僕は本当にここにいる選手のように春高優勝とかそういう肩書きもなくて、本当に高校大学生で無名の選手でサンバーズに拾っていただきました。チームに貢献するという思いを日々の練習で積み重ねていきました。その結果小学生からの夢である日本代表にも選出させてもらいましたし、サンバーズのキャプテンを務めたこともありました。キャプテンをやっているときは本当にうまくいかないことが多くて、勝てない時期が続いて、入れ替え戦にまで行きました。でもそういう経験っていうのは本当に僕の全て財産となっていて、このバレーボールで培ってきたものっていうのは今後のセカンドキャリア、今後の人生に必ず生きてくると信じています。まず両親ですね、本当に今日も佐賀から来てくれてるんですけども、小学校3年生からバレーを始めて25年間本当にいろんなところに足を運んでいただいて、一番長くサポートしてもらいました。こうやって25年間本当に大きな怪我なく戦い抜けたっていうのは本当に両親が授けてくれたこの体のおかげだと思っています。
すごい話を聞いてくれて、いつもポジティブな声かけをしてくれたおかげで、本当にここまで頑張りました。まあ、これからもいろんな困難があると思いますが、今まで通りサポートのご了承お願いします。最後になりますが、12年間本当にありがとうございました。引退について少し、話してなかったので、僕の方も話させてもらいます。ありがとうございます。すいません、5年間という短い、期間でしたが、まくりさんと違って12年間って比べるとやっぱり短いシーズンだと思うんですけど、まあ、引退を自分で決断する形になって、まあ、本当に、まあ、この決断に悔いがないように、まあ、最後もちろん3連覇して終わるっていうところも、まあ、考えてますし、もちろん次のキャリアについてもまあいろいろと考えることはあるんですけど、まあここでサンバーズで経験してきたことっていうのは本当にプラスになると思いますし、まあ皆さんに支えてもらって応援してもらって頑張ることができました。本当にここに立つことができて活躍することができて、本当に自分のやってきたことっていうのは良かったなっていうふうに感じています。本当にいろんな人に感謝をして、次の道に進んでいけたらなと思っています。本当にありがとうございました。改めてお二人に拍手をお願いします。毎年この時期になると優待選手の、ね、最終決断していかなきゃいけないんですけど、なんだろう、どっちかっていうと僕らが肩を叩くことが多いんですね。でも今回の2人に関しては、まあ、年齢的なものだったり、その自分が次のキャリアに進む準備だったりっていうので、まあ、自分で決断した感じなんですよ。そういう意味ではそのしんどさはなかったんだけど、2人ともコートで仕事してくれてるメンバーだからこそ、マジでいやだから説得しましたし、まだまだ君たちの力が必要だから、そのコートで活躍できる間はやってほしいっていう話はしたんですけど、2人とも決心が固くて僕の力では止められなかった。なるほど、まあ、そういう意味では力不足を感じましたし、2人をなんか一言で言うと、どんな人ですか、お二人は。
クリはもうチームの本当お兄ちゃんとか、なんか優しく包んでくれるお母さんみたいな、決して怒ることなく周りを乗せてあげるようなムードメーカーだったり、時に何だろう、僕らが厳しくしすぎた時にカバーしてくれるようなサポート役とかね、最年長なんだけど練習を一生懸命やってくれて、そういう意味ではすごいチームにとってありがたい存在。野茂ちゃんは何だろう、実は声がちっちゃくて無口なように思われるけど、すごい喋り出すと自分の考えが止まらなくなるタイプで、考えもしっかりしてるし、芯がしっかりしてる。で、今回のことのように自分がこうだって決めたら譲らない頑固さもあるし、だから、なんだろう、小野ちゃんは声ちっちゃくしてるのは僕はわざとだと思ってて、人にわざとこう集中して聞かせるようにするテクニックだと僕は思ってるんで、まあ、これから仕事に行ってそれをスキルを逆に なんだろうな聞いてもらえるようにしていかなければいけないんで、その辺は練習していく必要があるかなと思うけど、大家とニコイチって呼ばれるぐらい大家のサポートしてくれる優しさとか後輩の面倒見とかすごくいい子なんで、きっと会社でも愛されると思うし、どんな仕事についても彼らしくやってくれるのかなっていう意味ではセカンドキャリアも楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。声がですね、小さいと逆にね、聞くんですよね。そうそう、何ってこう、近づいて真剣に聞くじゃないですか。多分それね、わざとやってんじゃないかなと。なるほど。だからこう、驚いた時とか結構大きい声出るんですよ。わっ逆に、そっち系、そっち系か。そうそう、それはね、だから声は出るんですよ。あれわざと出してないんじゃないかな。なるほど。そこをいい意味で計算してるというか、そうそうそう、計算が考えてます。賢いのかなと思って考えてますね。そうそう、なるほど。そう、この選手もちょっと話聞いて掘り下げていこうか、うん、掘り下げてみてください、はい、いや多分ね、寮の小野ちゃんと後輩に対する小野ちゃんと上に対する小野ちゃんが多分違うんですよ。その辺も聞いてみると面白いかもしれない、うん、そうします。ぜひ探してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。小野さんがですね、入隊する今シーズンで終わるってこの間発表されたんですけど、いつも一緒にいる親さん、それをなんか いつ頃から知ったんですか？結構前から、1年前くらい。おお、ずっと知ってたってことですね。まあ、知ってたっていうか、辞めるかもみたいなことは言ってたんで。2連覇の前からはそんな感じの話が出てたんですか？まあ、そこまで前じゃないですけど、まあ、そうなんですか。多分あと1シーズンでっていうのがネットに出たんで、どう思いました？それをなんかこの間もう正式に発表されて。いや、寂しいっす、うん、あれ、やめないでやみたいな、なんか説得しなかったんですか？あ、いっぱいしました。やっぱり、はい、でもダメでした。おー、なんか小野さんすごい無口なイメージが多分共通でみんな持ってるような気がするんですけど。いや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 、実はどうなんですか？結構喋ったら止まんないっす。僕結構長いって言って止めます。話が長いから、うん、逆に話し出すと止まらないっていう。というわけで白黒で喋るか喋らないかだけにしたい。さあ、ここからの時間は皆さんに参加していただきましょう。サンバーズクイズ。そうなんだ、全然それ以外ですけどね。意外でも、もう一つ思ったんですけど、ちょっと近づけます。音がでかい。ここからはですね、サントリーサンバーズ女性ファンには結構人気あるような気がしてて、ゴンさん、その秘密、その人気の秘密は何かなっていう、何かあるんですか？見事正解した中にはお菓子の詰め合わせのプレゼント。回答者ですね、今から神田さんが客席の方を回っていきますので、ビジョンに映った方が計算された行動とかするんで、ぜひカメラさんへの愛を、はい、計算してる、狙ってやってる。それでは切り替えていきましょう。それはファンの心を掴んで、イエ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 イ。ここは今すごい賢いですね。賢いです。はい、皆さん、いやいやいや言ってますけど。ありがとうございます。今日もね、
そうなんだ。この時間試合前から、ね、全然意外以外作ったの。PC ですね。PC ですよ。だけニクニクしてますけどね。はい、では、お願いという方は、ぜひともアピールをお願いいたします。まあ来月のあれです、ね、優待する森丸美は、もうたくさん本ゲーム勝ちたいね。まあ、その日もね、向かって堀山さんと一緒に送りたいです。参加をしていただいて、どんどん参加をしていただいて、ちなみにちょっと一言で、逆に栗山さんはどういう人ですか？いいでしょ、いいでしょ、こんにちは、こんにちは。お父さんみたいなチームの大黒柱です。クリさんの笑顔でめちゃくちゃ救われた試合もある。こちら、まあ、そこがなくなるのもすごく寂しいですし、そうですね、小川通訳がとにかく明るい選手につけたあだ名は何でしょうか？最年長でありながら1番テム、こう若手のような明るさがすごく助けになってます。どちらでしょうか？お考えください。どうぞ。小野さんから栗山さん見て どんな印象ですか？やっぱり頼れる存在ですし、まあ、明るいのでチームの雰囲気も良くして、さあさあさあ、すごい頼りになる、心強い。お、じゃあちょっとビシッと、2人座ってなくなるの寂しいですけど。